姫とゼルとルートと七森とさとみとコロンです。せーの、ストップリーでーす。きたきたきた、ストップリーゲーム実況企画。今回実況するゲームはヒューマンフォールフラット。やっていきましょう。あれ待って、みんな見た目ちょっと変わってない？ちょっと変わったよ。何色は夏仕様？待って、夏仕様になってるよ。ジェル君なんか色変わった？ジェル君なんか明るくなったよね、まずね。そうだね、微妙に可愛いね、色が。微妙にオレンジだよ、近づけた。オレンジだか茶色だかうんこだか分かんない感じになった。うんこや、うんこ。それよりこのリーヌ見てよ、リーヌ。ほんとだ、めっちゃ変わってないやろこれ。イメチェンしすぎ。いや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 、おしゃれしてきてって言われたから。デッドバイデイライトに出てくるやろこれ。いやいや、鬼でしょそれ。鬼や。いやでもなんか俺の後ろ見てほしいんだ、これ見て可愛いよ、ほら。あ、可愛い、ショボンだ。でも顔に釣られて全然可愛く見えないな。そうなんだ。正面の顔怖いからな。待って、そんな中さ、一人なんかちょっとイメチェンしてる人がいるよ。さとみくんがなんか、あれさとみくん、やっぱ夏、夏やから爽やかにクールビズで余計なものを取り去ってきた。さとみくん全裸感あるんだよね、なぜか。確かに、なんかちょっと確かにちょっとね、変態感あるめっちゃ楽しいよ。6人で今回もヒューマンフォールフラットのこちらのステージチャレンジしていきましょう。このステージジャングル、自然な感じある。ジャングルにあるよ。虫とかも泣いてるし、もしかしてね、コロちゃん実家、ね、実家じゃねえ、実家実家に。コロママどこ、コロママ、コロママどこ、コロママどこ、コロママ多分ゴールにおるよ。ゴール、ゴール、ゴール。実家ジャングルじゃないからやめた。ちなみにこの動画撮る前にこのステージジャングルだから突っ込んでねって言われました。やめなさい。まんざらでもない、コロまんざらでもない、サルチェでもないのよ。そうなのよ、ちょっと喜んでるよ。そういうことじゃないから。なにこれ、なんか金の玉あるよ。金の玉、金玉、金の玉。やめなさい、こらこらこら、なにこれ、やめなさい、こらこらこら、これすげえ。玉をね、ここの金の玉やから、お風に入れてあげるよ。玉入れるのね、どうなるの。ルトくん、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 びっくりした。リーヌくん、つかもうとしてる。うれ、このさとみくん持ってる。待って待って、違う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 、ジェル君はなんで自分から入ってるの。入ろうとして、俺が入るかと思った。違う違う、俺が入るかと思った。ごめんごめん。この金玉を、金玉をここに入れると、入れると離れたくない、俺から離れたくないって。あ、入れた。あ、何、光った。そういうこと。起きたー、死んだんやけど。起きたー、死んだんやけど。コロちゃんが、あの、サトちゃん言ってるよ。俺言ってる、俺言ってる、俺言ってる。サトミ君助けて、サトミ君助けて。あの、ハマったって。ありがとう。コロちゃん、それは助けられないかも。よっしゃー、みんな来た、みんな来た。ナイスー、ナイスー。なんの1人だけハマってますって。おー、セーブされたからコロちゃんいけるよ。セーブされてるよ。なんか天秤みたいなやつあるよ、ここに。やばい、待って、金玉のなりそこないみたいなやついっぱいある、ここに。ほんまや。玉を乗せる系かな。怪しのみか、重りをねやる感じだね、これは。なるほどね、ココナッツみたいな。上に上げていく的なこと。え、多分これ右側に置くんじゃない。え、待って、俺天才だと思うんだけどさ、重りの代わりに俺たち人間が右に乗れば解決じゃね、これ。なるほどね、天才。ちょっと待って、ごもないけど、あー、うまい、クリアの仕方しよう。ナイスー、ナイスー、ナイスー。今日早いぞ、めちゃ。これは天才だな、これは天才。あ、またあるよ、ここは何。あ、こっちにあるよ。本当だ、金玉もある。俺の銀玉や、これは。こっちにあるよ。さっきの感じでいくとこの顔っぽいね。みんなでこう、みんなでさ、ポイントあるよ。みんなで行こうよ、みんなで。え、みんなで飛ぼ、みんなで飛ぼ。みんなで、で、落ちたやつは金色じゃないよ、でもこれ色が。金色じゃないから、どうなんだろう。あ、そうなのかな。じゃあ、行ってみよう。いいっすか。オッケー、とりあえず入れさせていただいてもよろしいですか。リーヌだけ入ってないけど、大丈夫。大丈夫、大丈夫。ちゃんと行きますよ。はい。あ、ちょ、コロン、コロン入れて。下手か。頼むわ。ちょっと待って。え、本当に？ルートがさ、俺を出そうとして。あれ？これ入んないよ。気合い入れろ、気合い。あれ？色が違うのかな？え、リーヌ入れるんじゃない？正解じゃない？やっぱ。あー、確かに。こういうのは。あ、来た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 。みんなで行こう、みんなで行こう。来たー！ちょっと待って、ちょっと待って。届かなかった。落ちた。あ、佐藤ちゃんいたんでも。ちょっとやばい、死にかけてる。死にかけてる。あ、来た、いった、いった、いった。続いて。ナイス。セーブは、あ、でもなんかジャンプしてる。セーブないで。セーブないで。
ちょっとまた届かなかった。これ難しくない？取りましたよ。いやむずい、これマジロクいった。上らへんジャンプボタン押すとね、飛ぶよ。あ、そうなんだ。なるほどね。さとちゃんあ、すごい、みんな行ってる。やばいやばいやばい、ビッケだけはやだ、ビッケだけは置いてかれた。すごいね、スリーダイみたいだね。ちょっとね、なんで掴むの、ね、それ、ね、君たちさ、いつまで外で遊んでんだ。あの、ばあちゃんが足引っ張ってきます。ほんとさあ、進もうちゃんと邪魔しかしてきません。ほら、もう大人組みんなこっち来ちゃったよ。大人組こっちにいるからね、これガキども。あ、すごいよ。俺飛べないんだけど、すごい、これがスリーダイだね。これナグパス、オッケー、あ、待って、ナグ、これ転がしてとこ、ありがとう、オッケー、任せて。届いた、届いた、届いた。あ、落ちたな。指の背中の方にいた方が、指の先端の方、指の先端の方、指の先端の方、もう無理か。落ちても問題ないのかな。リーナ頑張れ。転がす楽しみなくなっただけだけど、そっからさ、おめえたちいつまで遊んでんだよそこで。ちょっとコロちゃんも、俺は仕事してよ。指の先端よ、指の先っぽの方。そんなに難しいか、そこ。あれ、僕じゃないの。指の先っぽ、指の先っぽ。え、ここね。あ、オッケーオッケー。そっか、ここやな、くん。この穴か。普通に。なるほどね。その穴にな。滑り台全然使わなかったけどな。うん、滑り台使わなくて臭いな。まあ、大人やし。弾が用意されてるんだけど。大人やしな。それ別に。あれ、またジャンプ。あ、待って。上になんかあるぞ。あるね。何あれ。上の、何これ。あ、これの成果。なるほど。あ、乗った乗った。捕まるんだ。捕まっ。じゃあこれ左右に全員いる。全員いるよ。ちょ、みんな、みんな体振ってこれ動かして、これ。これみんなで。なるほど、シーソー、シーソーみたいに。おー、いくぞ。すごい。オッケーオッケー。あ、いける。次いけるな。次いけんな。次いくか。オッケー。次、みんなでいくか。次、次いく。次いくぞ。うわー、いいね。ナイスー。このチームワーク。あ、この大好きなターザノンパール。ほんまや。ほんとだ。この見せてあげて、見せてあげて。地元の移動方法ターザノンプ。地元の楽しみ方教えて。地元の楽しみ方ね。よく小学校でやったよ。よく。すごい。やり慣れてるわ。輝いとるわ、一番。すごいね。移動手段が素晴らしい。めっちゃ輝いてる。いいよ。それいけんの？それ。ジェフ見てたけど。見なかったぞ。今のは。俺は憧れちゃった。あれ？すごい。あ、ナー君いけ。ナー君いけ。これいけるかな？あ、ナイス。あ、でもいい。ナイス。ナイス。行っちゃって。ここから勢いがついて。勢いつけ。あ、すごい。フッシュ。おい、やめろ、やめろ、やめろ。落ちる、落ちる。どこまでも。落ちる、落ちる。やだ、やめろ、やめろ。お一人様もしかしてこれ。やだ。あ、来た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 。やめろ、お前も。ジェルくん、なんで落ちてるの。ジェルも来ようとしてる。さあ次で行くぞ、ナー君。さとみ君、壁にへられついて頼む。行くぞ、ナー君。うら、あ、ちょ、あ、つかめなかった。あー、惜しい。まあまあまあ、まあまあまあ。ジェル君、何回落ちてくん。オッケーオッケー、いけたいけたいけた。オッケー、いけたいけた、ありがとう。つかめなかった。まあ、早めにステップしていってあげた方がいいんちゃう、これじゃん。ね、確かにね、これお一人様用かな、これ多分。通行得意技やから、これ。得意技やし、なんか見飽きてるしね。時間ないし、早く。見飽きてるじゃねえんだよ。普段からこういう移動方法やもん。やってねえよ。そんなん、コロンちゃんの家から優秀だもんね。ライブ会場、ターザン使ってねえから。はい、行きまーす。はーい。オッケー。早い。早い。いいね、いいね、いいね。いいね、いいね。行っちゃって、行っちゃって、行っちゃって。え、すごい、めっちゃでかい。何これ？え、待って。すごい、何これ？巨大版じゃん、これ。あ、これさ。何これ？パズルやね、パズル。なるほど。パズル？パズル？左のさ、木を置いてくんじゃない？押すやね、多分この箱を。なるほど。なるほど。左みたいに。左の順番に置くのか。何のパズルでもねえやもう。答え、答え、もうあれ。しかも、リーヌ君もう人にやらせる気満々よ、あれ。あいつゴールの前まで行ってるからなんやもん、あいつ。あれ押さないよ、これ、なんか。待って、あ、4個あるか。なーくんの、あ、待って、1個足りない、1個足りない、箱が。どこや、最後は自分で押したりするんじゃない？人で？え、そんな原始的な方法ある？なんか、光っちゃってるよ、1個最初。え、なんでこれ光ってんの、これ。そこなんか光ってんの、これ光ってんの。なんか場所が違うのかね。あ、本当だ、最初から光ってるわ。箱の。あ、向きもあるよ、向きも。え、なんでこのさ、右下、右下置いてあるの、これ。ごめん、適当に。あら、向きがあるとしたのかな。合ってないか。え、待って、これバグってない？
や絶対バグってないこ ここずっとついてるよ。だって点滅してるよ、ね、だからそれが1個なんじゃない の抜いたらこうよ多分こっちとこっちの通りに進めるんよ。あ、光ったよいしょ。あ、なるほど。あ、分かったこの謎解けたわ。このさすが違う、この右上これずっと光ってんのは、うん、あのマップの角っこのことやねん。右上がここに来てるから、はいはいはい、これ逆なんだよ、つまり。なるほどね。なるほどね。うん、ちょっと何言ってるのか分かんないけど、まあなるほどね、だから、あ、もう本当、マジで会話してほしい、本当。これは、まあ、向きがね、あるいうことやな。いや、違う、一列ずれてる。あ、ルーソー、ルーのとこに置いて。違う、コロちゃん、それ違う。はい、そこで。で、ラストここ。うん、そこで、このとこで。で、これを、ここに置くことで、はい。あ違う違うってなんか丸とかあるじゃん。この丸のところに丸が来るんじゃないの。あ、なるほどね。あ、ほんとだ。あー、ま、シンプルにねあるな。ってことはじゃあ右のやつなんで何も光ってないんだろうな。お前リーノ、お前何やってんねん。何じゃあれやってんの。何かやってんぞあいつ。箱が隠されてたこれ。あ、ね、いいことありなかった。あるここにリーヌが発見してきた今。ナイスリーヌ。ナイス。リーヌ君やっと働いたの。探求も役に立つんよ。やっと働いたの。遊び心。やめて役立たずみたいな。なんか適当に抜けばいけそうだけど。インテリア。なんかね、ああ、まあそんな感じよ。うん、最初の結果ってなんだろうな。いけそうな感じするけどね。うん、赤も光るとこある。あ、ほんとだ、光るんだ。お、なんか右側光った。右側光った。あれ言ったよ。あ、どこ開いた。右が光った。え、右が光った。右の手が。あ、この組み合わせで新しく次右のに合わせておけばいいとこ。なるほどなるほど。星が、なるほど。あ、じゃああれだ、こっち向き。向きがね、うん、あのマークに合わせないとあかん。おお、そういうことね。だからまず三角の端っこ置いてね。うん、ここにもう一個置けば。ここ置いて。ここやろ。あれ、ここじゃない。あれ、ずっとそこじゃなくて。リヌ君のあってこことここやろ。あ、これ三角じゃなかった。ごめん、見間違えちゃった。これを一マス下げる、ジャルのとこ。うん。これを一個リーナここ、リーナここ。ここだね。めっちゃ光ってるな。もう一個手前、もう一個手前。そう。よいしょ。すげえ光ってる。僕んちの家にはこんなのなかったよ。なんか光ってるとこあるっちまず。こっちだ。お前の玄関こんな感じやったよ。こっち。どんだけイルミネーションが来てるか。あ、開いた来たー。オッケー。あ、ここ僕の玄関やった。そうや、見覚えあったわ。あ、ここ毎回のことが変やもんな。ちょっと待って、玄関のセキュリティ高すぎじゃない？大丈夫？たどり着くまでめちゃくちゃ大変だよ。すげー。今だよ。すごい。すげー。なんだここ。わあ、滝がある。滝が。プールや、プール。なんか中にあるよ。なんだよ。まさかな、これは。コロは水遊び好きって言ってたもんな、やっぱ。待って、やだ、やめて。あー、降りた。行けた。あ、待って、これ船進んじゃん。みんな、ここ来て。船出航するよ。コロ、乗れ、早く。オッケー。これ、なんかさ、回したりするんじゃない、真ん中。あ、なんか操縦するやん、多分。やばい、俺、へばりついてよ。落ちてくれ。みんな捕まって、みんな捕まって。めっちゃ早い。やべえ、楽しい。ちゃんと捕まう。うわー、落ちる。誰も操縦してねえ。すごい。誰も操縦してねえ。うわー、クリアだ。素晴らしい。ここで終わりなんだね。コロちゃんち広すぎ。コロちゃんち、コロンち広いわ。コロンち、もういいよ、もう認めるわ。なんだ、僕んちでいいよ、もう。やっぱり僕んち最高。